近藤健介は、千葉県千葉市緑区出身のプロ野球選手。宇藤左田北海道日本ハムファイターズ所属。東京オリンピック野球金メダリスト。千葉県の南式野球クラブの泉谷メッツで野球を、スタート。千葉市立泉谷小学校6年時に、千葉ロッテマリーンズジュニアに選出されると、第1回、n p b 十二球団ジュニアトーナメントで、高山春。 船越良太らと共に準優勝を経験した。中学野球界の競合である修徳学園中学校に進学すると軟式野球部に入部。2年次には1番遊撃手として第29回全国中学校軟式野球大会へ出場すると共に保守としてマスクをかぶった。3年生のーボール全国大会では千葉ロッテマリーンズで4番打者、首相。 保守の三役を兼ねながら、チームを準決勝進出に導いた。2009年に、自身の意思で、横浜高校へ入学すると、公式野球部へ入部。同期生に、乙坂里志などがいた。同校でコーチを務める小倉誠一郎は後に、私が勧誘したわけではなく、近藤の方から、横浜高校に入りたいと売り込んできた。総合力で、 横浜高校歴代保守でも3本の指に入ると評価している。ただし、入部当初は遊撃手としてレギュラーを確保。首相だった筒号吉友の下で夏の選手権神奈川大会に出場すると1年生ながら打率438を記録した。チームが準々決勝で横浜隼人高校に僅差で敗れると秋からは肩の強さを買われ、 保守へ転校した。二年生だった2010年には、夏の選手権神奈川大会決勝で、東海大相模高校に敗退。二年秋から三年春の、第83回選抜大会まで首相を務めた。選抜大会で、初戦敗退を喫してからは、当時監督だった、渡辺元里氏の判断で首相の座を落とさかに、譲りながらも、 事実上の副首相として、乙坂を支えた。3年生だった2011年には、夏の選手権神奈川県大会の直前に、右足首の人体帯を痛めた。その影響で、打撃不振に陥りながらも、霧光学園高校との決勝戦では、試合を決める一打を放って、チームを全国大会への出場に導いた。さらに、全国大会の終了後には、 第9回トリプル a アジア野球選手権大会日本代表に選出。相手走者の盗塁を阻止するなどの強権でチームの優勝に貢献したほか自身も保守としてオールスターチームに選ばれた。高校時代には対外試合で通算38本の本塁打を放った。2011年の NPB ドラフト会議で保守として 北海道日本ハムファイターズから4巡目で指名。契約金3000万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は54。2012年は春季なごキャンプのスタートを2軍で迎えたものの、2月16日には横浜 DNA ベイスターズとの練習試合で8回から保守として対外試合にデビュー。 2010年のイースタンリーグ盗塁王だった、梶谷隆之の盗塁を阻止したことで、首脳陣に注目された。キャンプ終盤の2月24日から1軍に昇格。3月6日に1軍の本拠地である、札幌ドームでも要されたロッテとのオープン戦では、8回裏から出場すると本拠地での初安打を放った。レギュラーシーズンは2軍からのスタートであったが、 イースタンリーグ公式戦48試合に出場。7月4日のオリックスバファローズ戦の6回表に、代打で一軍公式戦デビューを果たすと、その裏から試合終了まで、保守の守備についた。7月13日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦では、8番、保守として、スタメン出場を果たした。日本ハムの高卒新人選手が保守として、 パシフィックリーグの公式戦に出場した事例は、前身の東映フライヤーズ時代の安藤純造、山本八郎に次いで、史上3人目であった。また、スタメンでの出場でも、山本以来56年ぶり、史上3人目の記録となった。このシーズンの一軍公式戦には、通算で20試合に出場し、打率、192で2打点、出塁率、 241を記録した。読売ジャイアンツとの日本シリーズには、代打で3試合に出場した。また、高卒新人保守の日本シリーズ出場は、1956年の田辺義蔵以来56年ぶりの記録となった。2013年は、春季キャンプからオープン戦の終盤まで1軍に帯同したが、開幕を2軍で迎えた。3月28日には、 埼玉西武ライオンズとのイースタンリーグ公式戦3回裏の打席で頭部に死球を受けたが、わずか2日で実戦に復帰。保守ながら2軍のクリーンアップに定着すると、4月に安打数、出塁率でリーグのトップに立ったことから、3.4月のリーグ月間 MVP を受賞した。5月8日に1軍昇格を果たしたが、5月16日に抹消。しかし、 抹消ゴムイースタンリーグで長らくトップの打率を維持したことからフレッシュオールスターゲームでは同リーグの選抜メンバーに名を連ねた。8月2日の最小覚悟はレギュラー外野手の中田翔の死球による戦線離脱を背景に保守登録ながら右翼手としてスタメン出場した。32試合に出場し保守としては15試合の出場で打率152打点。 出塁率269という成績を残した。2014年はプロ3年目で初めての開幕一軍を迎えると王の翔太、市川智也と併用される形で保守としてスタメン出場した。5月2日のオリックス戦からは3塁手のレギュラーである小屋の栄一の故障による戦線離脱に伴い横浜高校時代以来という3塁手として 連日スタメンで起用された。7番、三塁手として出場した5月16日のロッテ戦では、1回裏の第1打席で1、軍公式戦での初本塁打となる2点本塁打を記録した。同月29日の東京ヤクルトスワローズ戦で2番、三塁手としてスタメン出場し、3回表の第2打席で人生で初めてという満塁本塁打を バックスクリーンに放った。また、この本塁打を放った時点の年齢が20歳9ヶ月であり、パリーグの公式戦で満塁本塁打を放った最年少選手の球団記録を更新した。その後も三塁手としてスタメン出場を続けたが、6月15日のヤクルト戦で走塁中に左太もも裏に筋座症を発症したため、6月17日に 出場選手登録を抹消された。一軍への復帰以降は、サンルイシュでのスタメン出場を中心に、本来のポジションである保守としても出場。9月15日のオリックス戦では、同期入団である、上沢直行とのバッテリーで、スタメン出場し、上沢を公式戦初完封勝利に導いた。このシーズンは、前年を大きく上回る80試合に出場し、保守として、 マスクをかぶったのは16試合で、三塁手として70試合、遊撃手としては2試合守備についた。前述のように遊撃手のレギュラーであった、大引刑事が足腰を痛めていた時期にはわずか2試合ながらも、大引けに代わって遊撃の守備につくこともあった。打撃面では打率、258ながら、4本塁打、28打点、出塁率29、295、 チーム最多の22塁打を記録するなど超打力を発揮した。オフの11月に開催された第1回21、優野球ワールドカップの日本代表に選出され、同大会では4番、1塁手で起用された。2015年は、大野と市川が揃って開幕戦に間に合わなかったことから、3月28日の楽天戦で7番、星として、 自身初となる開幕スタメンを果たした。その後も聖保守としてレギュラーに定着。3割を超える打率を維持したことから5月下旬からは5番打者を任されるようになった。その一方で投塁阻止率が1割台にとどまるなど早急面で荒さが露呈した。前半戦で指名打者を務めていたジェルミー・ハーミッタや大谷、昌平が打撃不振に陥ったこともあり。 後半戦からは持ち前の打力を活かすべく主に指名打者で起用された。129試合に出場し、保守としては58試合にとどまるも規定打席に初めて到達した。リーグ3位の打率、326、8本塁打、60打点、同3位となる出塁率、405を記録するなど飛躍のシーズンとなった。2016年は、 背番号を8へ変更した。春季キャンプから膝の故障に悩まされた影響でコンディションが整わないまま開幕を迎えた。3月25日のロッテ戦で5番指名打者で2年連続となる開幕スタメンになお、連ねた。怪我の影響を回り、前年からは減少となる80試合に出場し、打率265日本塁打、27打点。 出塁率337を記録した。また、二刀流の大谷が指名打者として起用されたこともあり、栗山秀樹監督の方針で5月下旬から6月中旬までは保守への本格復帰に向けて2軍での調整もしたが、1軍では54試合で外野を守り、保守としての出場は1試合にとどまった。10月12日の福岡ソフトバンクホークスとの CS ファイナルステージでは2点的自打を10月23日の広島東洋カープとの日本シリーズでは守備で好プレーを見せ10年ぶりとなる日本一に貢献した2017年は前年の周期キャンプから練習を続けていた二類種に挑戦し春キャンプのキアタイガースとの練習試合でも2番二類種として出場していたが体調不良も重なり天候はとんざした 3月31日の西部との開幕戦を5番右翼手で迎えると以降も右翼手や指名打者としてクリーンナップの一角を担い4割を超える打率を維持し続けた。シーズン47試合目の出場であった6月1日の横浜 DNA ベイスターズ戦終了時点で打率415を残したことによってパリーグの開幕戦から4割以上の打率を維持した。 連続試合という球団のシーズン記録を更新し、以降も打率4割を維持した、ママセッパ交流戦に突入した。これらの活躍もあり、オールスターゲームでは、選手間投票のパリーグ外野手、部門3位で自身初となる選出を果たした。しかし、6月3日の阪神タイガース戦へ出場した後に、右太ももの張りを訴えると、6月6日の 広島戦の7回裏の大打起用を最後に出場選手登録を抹消された。登録抹消時点で打率407、開幕戦からの打率4割、連続試合記録を50試合にまで更新していたが、抹消後の検査で腰部の追間板ヘルニアと診断されたため、6月28日には脊椎の内視鏡手術を受けた。実戦への復帰までに約3ヶ月を要した。 手術後には、オールスターゲームへの出場を辞退し、補充選手として、西川春樹が出場した。その一方で、幹部のリハビリを急ぎ、シーズン中の復帰を示した。3ヶ月後の9月28日の楽天戦で、3番、指名打者で復帰すると、いきなりに安打を放ち、さらに打率を上げていった。しかし、パリーグ規定打席である443打席には、遠く及ばず、 規定打席を満たした状態での打率4割という NPB 史上初の快挙達成には至らなかった。しかし、復帰後も17打数8安打で打率4割台を維持し、53試合の出場で3本塁打、29打点を記録し、231打席で打率、413出塁率、567と驚異の数字を残した。 シーズン途中での打率4割は1989年の403打席のウォーレンクロマティのように存在したが、クロマティのシーズン最終成績は、打率4割を下回り、100打席以上立ちなおかつ打率4割のままシーズンを終えたのは、NPB では近藤のみとなった。前述の活躍もあり、11月に東京ドームで開催された第1回アジアプロ野球チャンピオンシップで、 日本代表に選出された。同大会では3番指名打者として全3試合にスタメンで起用された。12打数7安打打率583という好成績で日本の優勝に大きく貢献するとともに指名打者として大会のベストナインに選ばれた。オフの契約公開では1300万円増となる5600万円で公開し目標として 首位打者を掲げた。2018年はアリゾナ春季キャンプで2年ぶりとなる保守復帰を果たすも開幕戦となる3月30日の西部戦を3番右翼手で迎えた。開幕戦から4月20日のソフトバンク戦まで17試合連続で4割以上の打率を記録するなど前年に続きリーグ打率トップを独走した。四月十四日のオリックス戦では一回裏の台。 1>, 1打席で単打、3回裏の第2打席で2塁打、4回裏の第3打席で3塁打を記録するも、以降の打席で凡退したため、自身初となるサイクルヒット達成には至らなかった。4月28日のロッテ戦までは23試合連続で、スタメンで起用されていたが、この試合の2回裏の左翼の守備中に、本塁へ返球した際に右ふくらはぎに、 軽度の筋座賞を発症したため、途中で交代した。交代時点で、リーグトップの打率、392を記録していたが、筋座賞の影響で5月1日に登録を抹消された。7月のオールスターゲームでは、前年に続いて、パリーグの指名打者部門ファン投票で1位を獲得し、2度目となる選出を果たし、2年越しの初出場となった。 シーズンでは2015年以来、3年ぶりに規定打席へ到達し、柳田祐希、秋山翔吾と、首位打者の座を争った。129試合に出場し、リーグ3位となる打率。3225で、2位の秋山とは打率。3233で、わずか8号だけ下回った。その他にも、自己最多となる9本類が、69打点。 リーグ2位となる出塁率427を記録した。守備面では左翼種のレギュラーとしてリーグ3位のザープラス10.2を記録した。攻守で活躍したこともあり、パリーグの指名打者部門で自身初となるベストナインを受賞した。10月13日のソフトバンクとの CS ファーストステージでは第1打席でアリエル・ミランダからポストシーズン初本塁打を放った。 オフには、肖像類種のブランドン・レアードの対談、王、柏トールの獲得など、チーム状況が変わりつつあることを背景に、周期キャンプで三類種の守備練習を2年ぶりに再開した。契約公開ではほぼ倍増となる1億円で公開したことにより、1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。また、目標として今年も、首位打者を掲げた。 2019年は登録ポジションを、星から外野手へ変更したが、春季キャンプから、同じ外野手の大田康氏示せ、浅間大輝と、小蔵類種の座を争った。開幕前の3月15日に結婚したことが、発表された。3月29日のオリックスとの開幕戦を、3番、指名打者で迎えるも、以降は左翼を守った。しかし、王との兼ね合いもあり、 3年ぶりとなる三塁手での出場も果たした。4月24日の楽天戦から連続試合出塁記録を伸ばし、6月11日の広島戦まで40試合連続出塁を記録した。2日後の13日の同じく広島戦に代打で出場し、三振を起死したことで記録が40で止まった。しかし、球団では小笠原道広、 西川、田中健介に次ぐ史上4人目の記録となった。7月には、パリーグ指名打者部門のファン投票で1位を獲得し、3年連続でオールスターゲームに選出され、2度目の出場を果たした。シーズンでは、自己最多の138試合に出場し、リーグ6位となる打率。302、日本類が59打点、死球では、リーグ最多となる103個を記録し、 出塁率422で自身初のタイトルとなる最高出塁率を獲得した。守備面では86試合で外野を30試合で三塁を守った。また、左翼の守備では前年からは大きく指標を落としリーグワーストとなるザーマイナス1.3を記録した。十一月に開催された第二回 WBSC プレミア十二の日本代表に選出され、 外野手として日本の初優勝に貢献した。オフの12月3日に2022年シーズンまでとなる3年契約を結んだ。年俸は変動制で2020年シーズンの年俸は1億5000万円。近藤はファイターズにいたいというのが一番だったので、それは吉村 GM にも伝えましたし、それもあっての3年契約かなと思いますとチーム愛を語った。 2020年3月6日に第一子となる長女が誕生し、球団を通して発表された。開幕戦となる6月19日の西武戦を3番左翼手で迎えた。6月は月間打率212と定調スタートとなったものの7月以降は毎月打率3割超えを維持した。10月15日の西武戦では史上13人目となる1試合4二塁打の NPB 大記録を記録し、球団では、糸井吉夫以来、10年ぶりの記録となった。10月を過ぎても、吉田正しなお、柳田との首位打者争いは続き、15日時点で打率。346を記録し、トップの吉田の打率。350まで、あと4輪差と迫ったが、最終的には、吉田の打率。350、柳田の打率。 342に次ぐリーグ3位となる打率340を記録した全120試合中108試合に出場し5本塁打60打点リーグ3位となる89試球出塁率では前年を大きく上回る出塁率465を記録し2年連続で最高出塁率のタイトルを獲得した守備面では74試合に 左翼手として出場し、前年からは指標を落とすもリーグ2位となるザーマイナス4.5を記録した。オフには2年ぶり2度目となるベストナインを外野手部門で受賞し、2021年シーズンからは中島拓也の公認となる選手会長に就任した。契約公開では4500万円増となる1億9500万円で公開し、目標として再び首位打者を掲げた。 2021年は、指名打者を中心に、時折左翼手として起用されたが、大田康氏示すが、不審、浅間大元の活躍で、西川春樹が左翼に回り、また、指名打者では、王、柏徹の活躍があり、近藤は右翼手としての出場が増えていった。2年ぶりに開催された、オールスターゲームに選出されたが、急性胃腸炎に、かかってしまい2試合とも、 欠場となった。東京五輪代表にも選出され、本戦では代打で2試合スタメンで1試合に出場し、打率333を記録した。レギュラーシーズン再開後は王の不調もあり、指名打者での出場が多かったが、9月11日のソフトバンク戦では右翼手でスタメン出場するも、守備の際にフェンスに激突し負傷交代。翌12日に、 脳震と特例措置で登録抹消となった。選球眼はプロの中でもトップクラス。2015年シーズンは支給の数が三振と同じ59であり、このシーズンで規定打席に到達した野手で支給の数が三振数を超えたのは中村明のみであった。2017年シーズンでは231打席中60支給を記録しており、 死球での出塁率が二十五パーセントを超えた。二千十九年シーズンは百三3死球で十一三振。二千二十年シーズンも八十九死球で七十二三振を記録し、二年連続で死球数が三振数を上回った。規定打席に到達したシーズンすべてで打率三割以上を記録しており、レギュラー定着以降の二千十八年シーズンからは三年連続で、 出塁率、420を超えている。また、打率、340を記録した2020年シーズンのコース、別打率では、真ん中高めは打率、184に止まったものの、残りのすべてのコースで打率、290以上を記録しており、内角低めでは打率、433、外角低めは打率、百十七、外角高めは打率、 409を記録した。2014年以降は、強権と打撃の能力を生かすべく、三塁手、外野手、指名打者と保守以外のポジションでのスタメン起用が増えていた。2017年には、春季キャンプで二塁手の守備練習にも取り組んだが、腰痛を悪化させたため、天候を断念した。しかし、その後の秋季キャンプでは、腰のヘルニア手術を経て感知させ、 再び保守としての守備練習を再開した。2016年以降は外野を守ることが多くなり、正裁抑止として出場した2018年では12、球団左翼止の中は3位のザー10.2を記録し、左翼の守備と早球で高い評価を得ている。高校時代の遠投では120メートルほどあり、肩が強く、二塁への早球が2秒を切った。打ってて、勝てる保守を目標に掲げていが、 日本ハム入団後の2014年頃から早急に、イップスの傾向が見られる影響で、投類阻止率が急速に低下していた。愛称は、コンスケ、コンちゃん。高校時代には、物おじしない性格で、場を明るくする雰囲気を持ち合わせており、チームリーダーになりうる存在と評価されていた。ありがとうございます。